ということでですね、まだね5月の初めなんですけども、最近上げた動画がなんかですね全部ね酔っ払ってるんですよね。全くロレズも回ったくて、ね、僕ね酔っ払いすぎたと私反省しておりまして、今日は試写でございます。そんなわけで今回1本目でございます。1本目にやらせていただきたい至高のレシピ、今回はですね至高のシーザーサラダです。多分多くの方が市販のドレッシングでやってるかなと思うんですけども、なんとですねこのシーザーサラダね、ドレッシング家で作れます。マジ簡単に作れます、はい、市販のシーザーサラダのドレッシングよりも数段美味しいクリームチーズを使ったシーザーサラダドレッシングを使って、クルトンまで手作りでもね結構ね簡単にできちゃいますんで、こちらの至高のシーザーサラダやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、じゃあね材料紹介していきたいと思います。根幹となりますのがねこのレタスですね、はい、これ 200g ね、大体ね半分に割ると 200g ぐらいになるんで、半玉使っていきます。であとねベーケンが 50g、 結構ねたっぷり使います。あのシーザーサラダねベーコンがたっぷり入った方が美味しい。そして、食パン、これね6枚切りの食パン1個です。はい、でこれをクルトンにしてカリッとした食感のシーザーサラダを楽しみたい。卵ですね、これね半熟卵、これ生卵なんですけども、あとでねレンジで半熟卵っていうか温泉卵にして、ね、レンジで作る温泉卵のやり方を皆さんに知っていただきたい。そしてドレッシングなんですけども、クリームチーズ 35g、 豆乳もね牛乳でも大丈夫です。ちょっとねあのミルク感のあるものを使いたいので豆乳か牛乳を使ってください、これを大さじ3杯ぐらいですね、はい、なので全部は使いません。はい、そしてニンニクです。ニンニクはおろして使いますんで、調味料類は概要欄に書いてありますんで、以上の食材でやっていきます。じゃあですね、至高のなんか声ある裏返ってる、至高の至高のですねシーザーサラダを作る上で何が大切か、やっぱりですねシーザーサラダっていうのはみずみずしいレタスですね、はい、これがポイントになってきます。これからの季節レタスはどんどん美味しくなっていきますんで、レタスっていうのを大事にしていきたい。そしてこのみずみずしさ、このみずみずしさに対抗したいと、だんだんね雑になってくるっていうね言い訳がね、料理は完成するところをね想像するのが、だからレタスのみずみずしさを一番想像できるみずみずしい、そんなドリンクを紹介したいと思います。このねやっぱり私最近飲みすぎて反省しておりますので、戒めとしてこの言葉が書かれたねグラスを使っていきます。みずみずしい炭酸をね入れて、みずみずしいウイスキーにみずみずしい炭酸を注いでいきます。レタスのみずみずしさに負けないぐらいみずみずしいこのハイボールをいただきます。いただきます。最高にみずみずしいぜ。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、じゃあまずクルトンを作っていくんですけども、ちょっと小さめにねカットしていく、だいたいね 1.5 センチ角ぐらい、こんな感じですかね。あんまり細かくしてもねクルトンサクサク感がなくなっちゃうんで、今回ね耳も使います。縦に切ったらこう横にサイコロ状になる。クルトンね買う方もいらっしゃると思うんですけども、実はね食パンでね簡単に作ることができるんですよ。でね食パンで作った方がねうまいの。市販のクルトンって乾燥されてるので、ちょっとね油の吸ったこのねカリッと焼いた食パン、これがね重要になってきます。こいつはね切ったらねここにね、今回ねフライパンで、あのオーブンで作るやり方もあるんですけども、今回ねオーブン持ってない方もいらっしゃると思うんでフライパンで焼いちゃいます。はい、じゃあ他の材料切っていきましょう。ニンニクねもう皮むけてたんで、ベーコンなんですけども、別にねこの太いベーコンじゃなくてもいいですよ。はい、細めのベーコンでも大丈夫です。僕は、まあ、ちょっと薄くね切っていって、でちょっとね細めに棒状に切ります。はい、ちょっとシーザーサラダのね若干カリッと仕上げたいんで、あんまり大きい塊にしないです。こんな感じですかね。これがねレタスに絡まりやすく切り方になりますね。そして、まあ、レタスなんですけども、これはですね芯は抜きますね。サラダ作るときはね絶対に言いたいことがありまして、このレタス洗うじゃないですか。洗った時に水分がねすごく付着してるんですね。でその付着した水分がドレッシングと絡まると、ドレッシングがねものすごい薄くなっちゃうんですね。だからサラダを作る場合は水気をよく切るのが大事だって言ってる。そして水気をよく切るにはね、あのこのサラダスピナーあると便利です。これない場合はペーパーとか布巾とかでよくねあの絞るように拭くと、いいんですけども、
ちょっとね、今回はね、こういう道具も、紹介していきたいと思います。僕はね、サラダ作るときは必ずこれ、シーザーサラダはこんな感じで ちぎります。ザコザコってね、ちぎった方が、ベーコンとね、ドレッシング絡まりやすくなりますのでね。はい、こんな感じでちぎります。はい。で、これに水を入れて、ちょっと洗って、で、スピナーにかけて、ちょっと洗っていきます。春先なんで、まあ、まだ水ね冷たいんであれなんですけども、これ完全に夏場だったらちょっとね氷入れて、まあ、10分ぐらいでいいんですけども、10分ぐらい置くとレタスにシャキシャキ感が超戻ります。で、まあ今回レタスがね新鮮なものだったら水つけなくてもいいんですけども、水をつけて少し置いとくとですね、レタスシャキシャキになりますんで、時間のある方は、つけておいてレタスシャキシャキで召し上がっていただくのがいいかなっていうふうに思います。サラダスピナー、これから、やっていきます。まあ、これね、僕が使ってるやつだとハンドル式になってるんで、これで遠心力で水気を飛ばしていきます。そうすると今水につけてたレタスなんですけど、こんな水出るんですよ。こんなに、これがドレッシングについてくると大変なの できればね2回ぐらいかけた方がいいです。これをやるとね、サラダはねお店レベルになります。これね、面倒くさがってやらないと本当に美味しいサラダ食べられる。2回やってどうなるかっていうと、まだねこれぐらいね、大さじ1ぐらいの水が出るんですよ。なんでこれは何回かやってください。で、こうしたらレタスのね下処理は完了なので、これはね冷蔵庫の中で冷やしておいてください。はい、じゃあですね、クルトンを作っていきます。で、ここにパンを避けて、だいたいね大さじ1と半分ぐらいのオリーブオイル引きます。で、火にかけます。この方法でやるね、このパンがうまいんですよこれ。で、ちょっとチリチリってきたら全体に油をなじませます。そのうちねパチパチと焼ける音が聞こえてきますので、そしたら火を弱めます。弱めの中火ぐらいで、じっくりと入ります。これはあんまり強い火だとねすぐね焦げちゃいますんで、弱めの火でやりましょう。このねオリーブオイルを吸ったねパンがまあうまいんです、これが。で、これはねじっくりやった方がね美味しい。なぜかというと、じっくり焼いた方がですね、あの中の水分が抜けて、パリッとしたクルトンになります。このやり方でやるとね、適度にふんわり感が残って美味しくなりますんで、わかります、この返した時にカラッカラッという、こうするとね全体的にねクルトンっぽくなってくるんですね、これね。で、ひっくり返しながらやる焼くと一箇所だけ焦げた感じになんなくてね美味しくなりますんでね。このクルトンが至高のチーズサラダ、非常に大切になってきます。で、これできたら容器かなんかに入れましょう。こんな感じで入れました。で、後で、使いますんでね、このまま粗熱を取っていきます。このままやっちゃいますよ。このまま焼くのはベーコンですね。はい、クルトンを温めたおかげでフライパンは温まってますんで、このまま流れ作業でいいです。で、ベーコンね、油を入れて焼いてもいいですけども、油入れるとね結構ね跳ねますんで、これね、最初ねちょっとねこのままいった方がいい。油なしでいいと思います、テフロンパンであれば。そしてベーコンの焼ける匂いを嗅ぎながらアルコールに夢中になっていく。このシーザーサラダ何がいいって酒飲めるんですよね。今回はね細めに切りましたんで、すぐね焼き目がつきます。カリカリのものがいい方はもうちょっとカリカリにしてください。ただ僕はどちらかというとちょっとお肉感が残ってた方が好きなので、大体でももうこれぐらい、ちょっと焼き目がつけたぐらい、これでドレッシングにしちゃいます。はい、じゃあですね、まずドレッシングね、ここにクリームチーズ 35g 入れます。で、クリームチーズね常温にしたものだったらこのままでもいいんですけども、ちょっとね、冷蔵庫から出したままで硬いのでちょっとチンします。20秒ぐらいかな、 600W。 まあね、ちょっとね柔らかくなりました。はい、で、ここに大さじ3の、豆乳です。牛乳でも可能です。はい、これ入れていきます。クリームチーズだとねかなりね、あの粘度が高いので、こういうね豆乳とか、ちょっとこうまろやかな液体を入れていただくとすごく合います。で、これねコンソメです。はい、コンソメはね小さじ1杯、これが味の根幹になります。で、これは泡立て器でよーく混ぜる。冷たい、クリームチーズだとですね、こうやってねよくね交わらないんですよ。だからダマになっちゃったりして、なので溶かしたクリームチーズとこうやってね泡立て器かなんか、まあ、なければねスプーンで頑張ってもいいんですけども、混ぜていくことによりこうちょっとこうとろみがついてね、これがドレッシングに混ざることによってですね、最高のシーザーサラダのドレッシングになります。そしてここにもっとねドレッシングで油が混ざったりする。はい、で、ここにマヨネーズです。大体大さじ2杯ぐらい、
まあ、目分量でもいいんですけども、もし心配な方は測ってください。でこれを、ま、混ぜていきます。これでねかなりね、あのマヨネーズ油分が入ることによってかなりシーザードレッシングになります。でここにレモン汁です。あのコンクタイプのものでいいんでね、これ小さじ半分、シーザーサラダに重要なこの爽やかさをつけていきます。で黒胡椒、黒胡椒もね、もう最近ね僕も胡椒ジャンキーすぎて、もうこのまま入れるようになりました。たっぷり入れてください。これぐらい思ってるね、3倍入れていい。もう、ね、あまりにもね黒胡椒に取りつかれてしまって、大量に使う時はね何回も振るのめんどくさいから、うん、これあの ここだけね、ここだけね、なんかあのパチって止めてれば大丈夫。でおろしニンニク、ニンニク好きな方はもっと混ぜてもいいんですけども、多分ね半かけ分ぐらいがちょうどいいかなっていう。これね、あのニンニクパワーパワーちょっと待って、やっぱこのドレッシングうめえな、これ神のドレッシングになってます。はい、まあ、重要なのはね、クリームチーズを溶かし込んでこのドレッシングに混ぜ込むっていうところですね。であと黒胡椒たっぷり入れる、ね、おろしニンニクを少し入れる、そうすることによってマジ酒飲める、もう完璧なドレッシング。もうねこれはね、あの野菜ね、僕あんまり野菜好きじゃないですけども、これがあればもう野菜もね無限に食えます。はい、そんなドレッシングです。で、ドレッシングができましたので、今度最後温泉卵ね、作っていきたいと思います。温泉卵はちっちゃい小鉢みたいなもの、電子レンジ可能なものがあればいいです。はい、お水はね大体ね 50cc ぐらい入れます。で 50cc 入れたら、ここにですよ、卵をね割り入れるんですね。はい、こんな感じ。この状態で 600W 40秒ぐらい、はい、チンするとなんとね、かなり温泉卵に近づきます。これねたまにね黄身が破裂する時がありますんで、ちょっとプツッと一箇所開けてください。じゃあやってみましょう。これ、ね、ラップしないでいいですから、パンってなりっていくぐらい、40秒ぐらいだったらなんないけど、はい、じゃあ40秒やったものがこちらです。はい、もうねほぼほぼ温泉卵になってますね、これね。皆さんね、これもしあんま固まってないなとかってなったら、皆さんもうあと10秒ぐらいやってください。でね、あのまあ多分これぐらいね白身が完全に固まってれば、このまま少し置いておくとですね、白身がだんだん固まってきますんで、これ大丈夫だと思います。じゃあこれで、サラダを組み立てていきます。はい、じゃあですね盛り付けていきます。サラダもガッと、一見ちょっと多いかなって思うじゃないですか。全部一人食えます、これ。だいたい僕は2人前って言ってるんですけども、全部一人食えます。それぐらいうまいです。でドレッシングかけます。これはね 200g ちょうどいいぐらいの量、まあちょっとね僕は酒飲みなんで結構ドレッシングはねかけて楽しんじゃいますけども、調整してくださいね、ここら辺はね。そしてここに来ると結構ね量が多いんで、ここら辺これもね、あの調整していただいても構いません。でベーコンも、で最後にこの温泉卵ね、で最後に、黒胡椒ジャンキーなので私ドレッシング後掛けの方が良かったね後掛けの方がね、シーザーサラダっぽいと思います。はい、ということでこちらで至高のシーザーサラダ完成でございます。それではいただきたいと思います。いただきます。モリモリすぎて、じゃあこんな感じでいただきたいと思います。いただきます。あ、ハイボール飲むわ、せず、いや、いいや、俺もう食いたい、これ 大好物だから、いただきます。これですね、これさ、店で出した方がいい、これはドレッシングの完成度がやばいっす。香ばしさがやばい、やっぱり出来たてなんで、この焼いた香りがすっごいします。うまい、最高だぜ。あの基本的にシーザーサラダって粉チーズで作るんですけど、今回クリームチーズを使ってることによるもうね濃厚さが半端ないんです。ちょっと豆乳で濃度調整して、マヨネーズとクリームチーズを入れてるんですけども、このドレッシングがねありえんほどうまいですね、これは。そしてですね、ここで味変カンフージェンでしょ、もうタバスコとチーズでしょ、これは全てが見えた。ちょっと今回器ちっちゃかったんですけども、大きめの器にしていただいて、ちょっとね、あの全体的に混ぜて食べてくださいね、これね。居酒屋の宴会メニューの時って絶対シーザーサラダ出るじゃないですか。このシーザーサラダがその時に出たら、この店ただもんじゃねえと思います。
追いチーズのタバスコ、もう絶対合うから信じて。これ世界で一番酒飲めるサラダになりました。これね、これだよこれ。追いチーズすることによって濃厚さもさらに濃厚になって、カルボナーラ的なサラダになりますこれね。絶対これで作ってほしいわ。チーズサラダはタバスコの酸味と辛みが足されることによって昆布サラダっぽいような味付けにもなりますね。こんなに変幻自在だとは恐れ入ったわ。もうねシーザーって感じ。徐々第2部ぐらいですね、はい。でもこれが分かった人と友達になる。ちょっとうますぎるのでタバッタタンスいきたいと思います、はい、タバッタタンス。じゃあどなたでしょうか今日は。シーザー。これがジョセフやるんですね。ジョジョ分かんないですけど逆にジョジョ分かる人います。いや、アニメ見てない、そんな。みんな見てないの？2部が一番面白いわ。いや、まあ、なんとなくわかる、なんとなく、うん、そのなんか、まだスタンドは出てない。出てないね、波紋だったね。波紋だから。じゃあ、シーザーに乾杯。とりあえずそのまま召し上がる。いただきます。うん、ドレッシング超濃厚ですね、うん、クルトンが大きいのいいですね、これ。うん、あの食べ応えがあるっていう、うん、サラダなんですけど、うん、いい味つけてめっちゃつまみになります。これで飲めますね。僕のサラダで全部酒飲めるので、うん、やっぱりねちょっと野菜が不足してる人たち、うん、これ作っていただきたいですね。ただ味決めてるのはドレッシングなんで、ドレッシングの量を調整すれば薄味もできるんで、はい、これはねものすごいおすすめなんです。好みでもうちょっとベーコンなんかでっかく切ってもでっかく切ってもらえる、うまいですね、はい、であともっとハイボールがいけちゃうっていうのはもうこれです。これこれです。いや絶対うまいじゃないですか。力技です。うん、グッとつまみになってしまう、うん、めっちゃいいバルブ出てくる感じがな、なんかこうボールに入った感じで、そうなんか目の前でこう、はい、こうこうやってくるこうやってくるやつ。これはね、超自信作。至高シリーズは自信作しか出さないんだけどね。これ相当作り直したもん俺。あっという間に。きますね。なくなっちゃう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。マジでうまいです。飲めるガッツリ系のシーザーサラダです。一口でうめえと言わせる自信があります。ぜひ皆さん、こちらの至高のシーザーサラダ試してみてください。最近ダイエットできてる？最近ダメっすね。ダメなのかよ。最近過食症みたいになっちゃってます。いやちょっとそれはちょっと心配になるんでちょっとやめてもらっていいですか。あ、でも今回はねヘルシーなサラダだったんですね。そうですね、はい、でもサラダもあんまり食べ過ぎると同じなんだよね。そうですね。